一村座三階の図より四代目鶴屋南北四代目鶴屋南北文政十二年十一月二十七日は江戸時代後期に活躍した歌舞伎狂言の作者鶴屋南北を襲名した者は五名を数えるが単に鶴屋南北または南北というと通常はこの四代目のことを指すまた五代の南北の中でもその業績が突出しているため この四代目のことを特に、大南北とも言う。江戸日本橋に生まれる。陽明を、勝次郎、通称を玄蔵と言った。父のエビやイサブローと共に荒野を制御としていたが、生来の芝居好きのため狂言作者を志して、安永五年初代、桜田自助の門に入り、後、金井三笑い、並木五平、中村重助、増山金八らに支持する。 下積み時代が30年近くと長く、はじめ桜田平蔵と名乗り、ついで、沢平蔵、勝ち表蔵と名を改める。今日は3年うるうい1月、49歳の時になって、はじめて立作者となり、3代目、坂東彦三郎のために、余興、音は桜を書く。翌今日は四年七月には、江戸川崎座で、初代。 尾上松助のために書き下ろした、天竺特命館話が大当たりとなり、翌年正月には、河原崎座で、四天王風、江戸章を成功させて、名実もに次世代の狂言作者であることを、証明した。文化五年うるう6月には、市村座、彩りりおとぎ層で、怪談物の狂言を完成。文化八年には四代目、鶴屋南北を襲名。 その後も次々に作品を発表していった。また初代バージョン、タスクの名で合間を多数書いている。南北の墓碑は、東京都墨田区、成平の春景寺にある。こちらには、劇作家である、宇野忍が、南北の偉大さを忍んで建てたという供養碑もあり、碑面には、懐かしや、本場仕上げ春慶寺、鶴や南北、奥月所と刻まれている。 歌川国貞市村座三階の図作家の勝ち表像が、歌舞伎役者の名跡である、鶴屋南北を襲名したのは、妻、お吉が、歌舞伎役者の三代目、鶴屋南北の娘だったから。襲名の四半世紀も、前、26歳の時に結婚した恋女房で、翌年には後に二代目小表像を五代目、鶴屋南北となる長男が生まれている。独創性に富、 初代、小野松助と共に、階段物を、七代目、市川段十郎、三代目、小野菊五郎、五代目、岩井半四郎、五代目、松本幸四郎らと共に生瀬はものをそれぞれ、確立した。また、桂ツ氏と奥郎と協力して、現在に伝わるような桂も編み出している。階段物では、大道具の十一代目、長谷川勘兵衛と提携して、 巧妙な舞台装置を創造し、歌舞伎の新しい表現を開拓した。旧作に改逆を漏した作風に優れ、また、奇想天外な着想と現実主義に徹した背景描写を得意とした。金本中心蔵の悪役的苦労が正義の中心として扱われたり、殺人現場で婚礼が行われたり、葬儀と婚礼とが同時に、 家の中で行われたりするのをはじめ、おいらんが、裏長屋に来たかと思えば、くげが、生活苦のため影間になったり、姫君が、辻君になったりするのは、全く性質の異なる世界をないまぜにする展開を、最大の特徴とした南北のマコ頂と言える。また、大敗と怪奇の中に、毒のある笑いを加味したその作風は、文化文政時代の乱熟した。 商人文化を色濃く反映していることでも知られる。その時その時における庶民の生活を、写実的ではないにせよとにかく現実的に描くことに、徹し、悪人たちが引き起こす事件を乾いた視線で描写する作風は、後の三代目、瀬川助光や二代目、川竹新七らに継承されていった。独道中五十三駅を題材にした、歌川国芳が、 梅初春五十三駅などがある。初代バージョン、タスクの名で、作品多数。鶴屋南北全集全12巻。ありがとうございます。